これだけ？これだけ？なんかこれだけっぽいな。天井もだってあるしな、ここ。よいしょ。あ、落ちちゃった。登れんのかな？登れなさそうやん。あ、この下に行ける。こっちか。アヒルの足跡も、白鳥の足跡もある。ずーっとアヒルと白鳥間違えてる、俺。これ上行けるやん。よいしょ。ほい。あ、風船。風船がある。風船ゲート。20個目。よし。あとちょっとでホース手に入るぞ。この連打地獄も、連打地獄から解放されるぞ、俺。もうね、腕結構疲れてきてんな、正直。ちょっと疲れてきてるよ、腕。あ、白鳥さんや。ああ、走ってた。なんで逃げるの？白鳥さん。仲良くしようよ、白鳥さん。ねえ、イエー言うてるで。この看板も、あれか、オブジェクトとして当たるんや。こっち来れる？つった。あ、つったがここまでなんや。バイバイ。バイバイ、つたさん。なんか、水たまりみたいなのがある。ああ、マジイタリアっぽいな、こういうところ。こうやってさ、服を干すんだよ。服とかタオルをね。こうやって干すんですよ。あ、ムービー。パート5。海岸の壁。いやーマジいいなー、ヨーロッパ住みたい。王様は海が嫌いでした。それは一番最初のお城のせいでした。これまでに完成しかけたといえる唯一のお城です。建てるのに一日しかかかりませんでしたが、潮が満ちて全てを飲み込んで壊してしまったのです。どんな潮やねん、それ。永遠に続く王国を築き上げると誓ったのでした。砂で作った城ですか、それは。もう潮の満ち引きぐらい考えて作ってくださいよ、王様。昔の王様やったらそこまであれか、なんか建築士とかでさ、潮の満ち引く時間はこうだみたいなのわからんか。にしてもやで、にしてもなんとなくわかるよ。あ、なんか夕方になったら満ち引くから、ちょっと考えとこうかみたいな感じじゃないのかな。何これ、誰これ。誰？王様？王様かな？王様の家？あの座ってるの王様？それただのおっさん？なんでこんなとこにそんなおっさんのぞく望遠鏡があるの？誰も得しへん望遠鏡やな、これ。おっさんの望遠鏡があったわ。どうせやったらなんか可愛い姉ちゃんが映ってる望遠鏡が良かったな。あ、もうそろそろ夏になってきてね。暖かくなってきて、こう、目のやり場に困るような服を着る女たちが増えてくるんで、これからね、どこを見て歩けばいいのか、よくわかんなくなってきますね。まあ、知り合いが言うには、見ればいいって言うんですけど、見たら見たらでね、何見てんの的な目で見られるんですよね。じゃあもう、裸でいろよと思うんですけどね。もう、裸でね、女の人が裸でうろうろしててもね、何も困らないですからね。困るか。困るな。困るわ。あ、なにこれ。なんかサスケみたいな、サスケのセカンドステージみたいなのがあるんですけども、サスケのセカンドステージの橋の
あれですか、あの、腕力で進むやつですかね、これ。あ、なんかツタがあるねんけど。ツタだ。あ、これ絶対サスケじゃん。うわぁ、あ、ちょっと待って、落ち、興奮して落ちちゃもうた。よいしょ。さあ、サスケ、セカンドステージ。いきます。すごいな、この少年。めちゃめちゃ筋力あるやん。あ、ツタだ。よいしょ。さあ、ファーストステージクリアかな？あ、セカンドステージクリア。まあ、どっちでもいいんだけどさ。風船があっちにあの気になんな。今度は？今度のサードステージは？横にまず行かなあかんのか。横に行って？こんなのあれやな。辰巳武士もびっくりちゃう、これ。こんな少年がおったら。そんなにさ、すごい筋肉ムキムキの少年がおったらびっくりやで。しかも塗料持ってんねんね、この子。はいはいはい。はい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 。さあ、サードステージはね。まあ、途中まで棒があるんですけれども、途中からはもう、このツタを伝って進んでいかないといけないという、地区ステージだね。まあ、なかなか難しいとこではあるんですけど、え？あれ？あれ？途中までしかないで。どうすんのこれ。落ちたら死んじゃうよこれ。あ、ちょっと待って。ここか。こっち行くんか。えい！おいよ、危ねえ。危ない、怖かった。ちょっと手汗かいたわ。こっち開くかな？開かへんと思うけど。一応行ってみるか。はい、開きまへん。すげえ、下にさ、サメがいるんだよね。危な。危な、空中制御があるから、ちょっと危なかった。空中でこう、ううってなるから、すごい、危ない。気軽に飛べへんな、これ。よし。さて、このね、上に風船が、確かあるんだけども、それ当てられるかどうかやな。あ、絵本だ。鶴草は王様と王様の町を少しずつ覆い尽くしていきました。王様はあの手この手を試しましたが、鶴草を食い止めることはできませんでした。はい。そしてついに解決策を打ち出しました。お。絵の具を薄める液と悪意と鼻水を練り混ぜると、すぐさま恐ろしい怪物が姿を現しました。え。しかし王様は自らが何を生み出したのかすぐに理解できず、その怪物のうねる触手と大きな口を見て初めて理解しました。そして王様は生まれて初めて恐怖を感じたのです。何を混ぜたって？鶴草を食い止めることできなくて、解決策が絵の具を薄める液と悪意と鼻水を混ぜた。汚いな本当に。悪意なんてどうやって混ぜたんだろうな。それと何の悪意、どうやって混ぜたの。ウィーン、こっち側さ、いける、いけない。あ、やらない方がよかった。はい。あ、これファイナルステージ、最終の登るステージだね、これね。あ、危ない。頑張れ。ファイナルステージ、これ、いけるぞ。これ登って。あれがあんなところにさ、風船あるんだけど。ちょ、風船があるんだけど、あそこに。すげえ気になるんだけど。いや、俺すげえ見逃しちゃったってこと、ほんなら。やらかした。めっちゃ見逃しちゃってこと、風船。やばい、ファイナルステージ、ちょっとこれ難しいぞ、これ。かなりの筋力が求められる。ファイナルステージ。水のマーク。危ない。頑張れ。いけ、登れ。よーし。よく登った。ホースを手に持つ。え？あ、これすげえ。お、すげえ。え、鬼強いんだけど、これ。え、最強じゃね？あ、勝ちもんして、これ。
はい。これってホースがこれってこと？やばすぎだろこれ。これ持って帰っていいですかこれ。持って帰っていいですか。ダメ。持って帰りたい。すっげえ水もったいないけどこれ。水もったいねー。よいしょー。えぐ、この水の無駄遣い。やばい、水道代が跳ね上がってしまう、これ。今の時代に水道代跳ね上げるのはまずいよ。さあ、おいでおいで。スターたちを。こっちに来るんだ。やばい、この威力。この水の威力半端ない。こっちこっちこっち。こっちこっちこっち。そう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 、こっちへ伝わってくるんや。よしよしよし、いいぞいいぞ。これ最強だぞこれ。これ強えぞこれ。なあこれ強えなあこれ。普通に考えて強いよこれ。どこまでいけるんやろなこれ。めちゃめちゃ水出せんねんけど。なんかね、最初のうちはね、水出しててもしんどくんねんけどね。途中からしんどくこへんくなるからな。よっぽどやないのな、これ。はい、ありがとうございます。すっげえ無駄遣いしたわ。ホース持ってきたいな。ホース持ってけへんかな、これ。あ、できるんじゃねこれ。はい。どっか行ったホースが。俺のホースが。悲しい。まあこれ人力塗料でいくか。まあまあまあいいでしょう。はい。オッケー。で、これね、これで登ることもできるっぽいね。こうやってツタで。ツタで登っちゃうか。ある程度。こっち側とか行けるんじゃね？意外と。なんかあるかもしれない。おい。あ。おやすみなさい。あれは痛い。あれは痛いぞ。普通に大怪我するやつだな。スタたちを、ついてきてくれ。あ、ま。まだ半分しか完成していないにもかかわらず、怪物は王様のすべての兵隊、動物園、そしてペパーミント畑3つを軽く飲み込んでしまいました。あら。王様はカバと巨人の助けを借りて、ようやく怪物を海に追いやることができました。海の水はそれから何年も黒いままでしたが、怪物は陸に二度と姿を現しませんでした。それもさ、鼻水とさ、幸福を混ぜたらどうにかなるんじゃないの？怪物を倒してくれる魔法を使えばよかったんじゃない？って思うけどね。それはダメなんかな？チートすぎてダメなんかな？あ、ギリギリ当たんないよ、これ。ちょっと上か。こっちか。あ、お、こっちだ、来た。よいしょ。ほんで届くかな、これ。よいしょ！届いた。よし。さてと。あ、こっちか。こっち行けばいいんか。つる。ツタたちを。ツタたちを。こっち伸びてくれ。こっち伸びておくれ。よし。と。登って、よいしょっと。こっちやんな。上とか風船大丈夫やな。やっとここまで来れた。ふぅ、危ない危ない。さあ、ツタもこっちに呼ぼう。あ、風船だ。24個目。すげえ当たってんだけど。あ、なにこれ。おう。王様の住人たちはすぐにみんな去ってしまいました。
巨人だけは忠誠心と怠け癖がとても強かったため、そのまま王様と残りました。なんかいいやつだな巨人も。意外と忠誠心と怠け癖がついてたけど、いいやつだな。よいしょ、はい、登って、スタも来ないかな。スタ、スタも来てほしい。あ、白鳥さんだ。白鳥さーん、どこ行くんだい。あ、すごい、この上の乗れる。すごいで、これ。うふぅ。モンローは巨人に別れを告げ、船を出しました。あれ、ちょっと待って、金鳴らしてんかったけど。しかし、どれだけ船を進めても、白鳥まで手が届きませんでした。モンローはまたしても、自分がどこかに導かれているような気がしました。船は雲の中に入り、何もかも真っ暗になりました。おしまいって感じ。最後ちょっと金、最後ちょっと金鳴らしたかったな。ちょっと金だけ鳴らしいいっすか。ちょっとあの金鳴らすとこまでちょっとカットするんで、金鳴らしさせてください。はい、というわけでやってまいりました。金付き堂までやってきました。じゃあちょっと鳴らしましょう。思ってる音と全然違かったな。なるほどね。なるほどなるほど。思ってたのとちょっと違ったけど、まあ。まあまあまあ、よしよしよ。目標達成。ではもう一回お船に乗りましょう。はい。ピン。はい。というわけで、金も鳴らせますし、金も鳴らすことができまして、チャプター2を終了することができました。風船これあれだね。2個、あ、結構ミスってんだね、これでも。まだどっかあったんだね。全然気づかなかった。まあ、チャプター2、チャプター1に比べれば、風船ゲットできたかなと思います。何のゲームか。もうどんどんわかんなくなってきましたね。次が、まあ、夜ということで、なんか船で乗ってたけど、なんかよくわからない状態になっちゃったんですね。なんか真っ暗な状態になっちゃいました、みたいな感じに、なっちゃいました、という感じです。なんのこっちゃさっぱりわかりませんが、最後まで頑張ってやっていきたいと思います。それでは、今回は一度ここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。